はいどうも、ワンピースが大好きな神木です。どうも、スーパー小雪館での小雪です。はい、もう馴染んで、かなり馴染んで来られました。そうですね、ありがとうございます。はい、まあ、今回ですね、話すのが、はい、まあ、伏線、はい、ワンピースは伏線のですね、うん、鬼っていうかもう山ほどありますけども、ですね、これももしかしたらね、伏線の種なんじゃないかっていうのを、うん、まあ、いくつか紹介していくんですけど、うん、それはですね、まあ、原作っていうよりも、うん、まあ、ワンピースこういろんな書籍出てるじゃないですか。はい、その中でもね、これ実はこう小田さんが書いたんじゃないかなっていうのがいくつかあって、実は公言されてないんでわかんないんですけど、はいはいはい、うん、これちょっと小田さん関わってるんじゃないかっていうのがあって、うん、まあ、もしそうだったらですね、うん、これかなり重要になってくるんじゃないかっていうのがいくつかあるんですよ。なるほど。それちょっとね、一緒に話していければなと思います。ということで、まあ、ファンブックからですね、ちょっと紹介したいなと思います。懐かしいですよ。はい、懐かしいですよね。もうこれもうワンピースこうナレッジキングもね、絶対外せないやつなんですけど、まあ、作者コメントってあるじゃないですか、単行本でもね、うん、こう1ページにくったらいろいろ書いてあると思うんですけど、ファンブックもあるんですよ、うん、ファンブックのその作者コメントのところは小田さんじゃないんですよね、うん、小田さんのコマじゃなくて、そのルフィとかね、ゾロが一コマ載ってて、うん、ルフィのセリフみたいな感じでバーって載ってるんですよね、うんうんうん、で、ちょっとそれがね、うん、他の人が書いたんじゃないと思うんですよ。これ結構重要な本だし、うん、長い文章だし、うん、まあちょっと宣伝のやつでね、ちょっとポロって波が一言言ったりっていうのはあるけど、うん、こんな長い文章は多分小田さんとかが多分関わってると思うんですよ。なるほどね。チェックも絶対されてるんで、うん、これは本当だったら結構怪しいぞっていうのがあって、すごい。まず一番最初はレッド。レッドですね、はい、ここで言われてるのが、はい、パンダマン。のことにちょっと言及してるんじゃないかってやつですね、うん、ルフィが書いてあって、ルフィのセリフで、なあおい、お前これ知ってるか、うん、パンダ島、うんうん、そこに行くとパンダみたいな生き物が勢ぞろいしてるんだと、うんうん、そこの支配者はレスラーなんだ本当だって昔、村の酒場で聞いたんだ、海は広いよなっていうのを書いてあるんですね、うんうん、はい、村の酒場で聞いたって、まあ、ワンピース今までも黄金の煮込みがうまいとかね、うんうんうん、あの寒い国の人は寝ないとかね、うん、あの言われてたんですけど、これルフィっていうか、まあ、小田さんがですね書いてると思うんですよね、うん、なるほどね。で、まあ、パンダマンですよ、レスラーで、うんうん、パンダ島なんで、パンダマンってこう今までこう面白い要素みたいな感じでね、そうですね、載ってるけど、うん、実はね重要なんじゃないかっていう、うん、のに繋がってくるんじゃないかと思うんですよね、はい、いつか描かれる、ポロッと描かれる可能性あると思うんですよね、うん、パンダばっかりの島、うんうん、パンダマン、ね、本当にいると思います、ね、いやいるんじゃないですかこれは、うんうん、どこにもいますもんね。どこにもいますし、ちゃんとプロフィールもしっかりするじゃないかな、うんうんうん、身長2メートルあったりと か、うんうん、だから細かく設定があるんで、まあ、大事にされてるキャラでしょうね、うん、そうですよね、うん、だから どこにもうなんか海賊王のクルーとかどこにでもいるじゃないですか、ね、もう魚人島にもいるし、なんかどこにでもいるからそこでも回収されたら面白いですよね。面白い。パンダ島っていうのがあればなんか成り立つと思うんですよね、うん、でなんかちょっとしたトリックがあれば、うん、能力者とかね、なんかあれば全部成り立つような、最初はもうファンのためにちょっと隠してるけど、うん、こう実はこう綺麗にまとめる術がありますみたいなのがあると面白いなと思うんですよね。いや絶対まず小田先生が描きたい島なんだろうなと思うんですよ、うんうん、まあそうですね。そうです。なんかワンピースのフォーマットってすごくなんか無敵で、うん、前インタビューとかでも行われてましたけど、うん、なんか描きたい島を、うん、なんか意味つけて描けるみたいな、うんうん、例えば学園ものが描きたかったら学生の島作るみたいな、うんうん、そういう意味で絶対パンダ島もあるんだろうなと思ってて、うん、あるでしょうね。物語をどんどん進めなきゃいけないから、うん、あえてそこを端折ってるだけで、うんうん、絶対なんかお遊びとしてあるんでしょうね、うん、構想が。いいですね、はい、書かれてほしいですね。書かれてほしい、本当にパンダについては書かれてほしい、まあ、パンダマンはねちょっとライトな感じなんですけど、はい、これは結構ね重要なんじゃないかと思うんですよ、うんうん、ブルーですね。おブルーはゾロが言ってるセリフなんですけど、はい、うん、悪魔の実を食いてえやつはいっぱいいるなって、うんうん、お前もそうか、うんうん、悪魔の八百屋ってのが世界のどこかにあるらしくて、はいはいはい、そこで手に入るそうだと、うん、食ってみたきゃその店探してみな、ああ言っとくがもちろん八百屋の話も定かじゃねえが、うん、って言ってるんですね。懐かしい。八百屋ですよ、悪魔の実。八百屋ですよね。悪魔の実めちゃくちゃまだ謎が多いからですね悪魔の実の八百屋そうですね、なんかなくもないじゃないですか。あの世界でも悪魔の実図鑑っていうものがあるんで、うん、形姿が分かっても数多くあるっていう前提だったら全然あり得るなって思ったんですよ、うん、ありますよね。昔は読んでる時になんかゾロの妄言的な感じで冗談で言ってるのかなと思ったんですけど、うんうん、図鑑があって、うん、で作中にも1億ベリーは最低くだらねえって書かれてたんで、うん、その市場の取引価格みたいなのがあるんだと思うんですよ、はいはい、例えばメラメラだったら高いかもわかんないし、うんうん、実際にドフラミンゴもどこで仕入れたかは全然書かれてなかったから、うんうん、ジャキジャキはいくらぐらいでジャキジャキはさもうあれはですね、うん、
250万ベリーで。250万ベリー、はい、どうですか。でも普通ジャケットより高いですね。そうですね、ちょっと高級なジャケットみたいな、はい、はい、感じがしますけどね、うん、絶対なんか売ってる場所はありそうな気がする、うん、そうですよね。なんか今ってなんか売られ流通はしてるけど専売でこう売ってるとこってないじゃないですか、うん、はいはい。でも それをね、こう商売人だったらそこに目つけて売ろうとしてるところってなんかありそうじゃないですか。いや絶対ありますし、うん、なんかやっぱ取引、やめ取引とかだったらリスクが伴うんで、うんうん、ちゃんとしたお店として売りそうなものでもありそう、うんうん、ああいいですね、はい、悪魔の妖怪いつか出てきたら面白いですね。そうですよね。そしたらこんなとこまで考えてるのって本当になりますね。ですよね、はい。これちょっと聞いてみたかったんですよ、はいはい。ワンピース謎が多いんですけど、その中でもやっぱりワンピースです。ワンピースっていうのが、まあ、怪しいというか謎じゃないですか、はい、もう最初から描かれてるような、うんうん、で小田さんのインタビュー、これも同じくブルーですけど載ってるのが、はい、周りの誰も知らないであろう秘密はありますかっていう問いに、ワンピースのタイトルネーミングの秘密って書いてるんですね、うんうんうん、ワンピースですね、はいはい。だからそのワンピースっていう文字自体にやっぱり謎があるっていうのもほとんど明言されてると思うんですよ、うんうん。これね、ちょっと聞いてみたくて。あー、なるほどなるほどなるほど。ワンピースってどう思います？ワンピースが何かっていうよりもそのタイトルに関してのワンピース、うん、僕でもこれ結構空島編ぐらいの時からずっと思ってることがあるんですけど、うん、なかなか言う機会がないんで今言ってもいいですか、はい、僕の思ってることを。これあのワンピースのロゴに秘密があるとすれば、うん、そのまあほぼルフィっていうことはもう明言されてるじゃないですか、はいはい、これ誰かはずっと分かったんですか、手がどこにあるのみたいな、うん、それがルフィにあって、うん、なんかちょっと手のここが映ってるんだよとかってことが分かったんですけど、うんうん、じゃあその I を除くと O と E だけレタリングされてるというか、そうですね、はい、右側のマーク入ってて、うんうん、こっち怒りになってるじゃないですか。だからこの2つだけこう注目して考えたら、はい、このワンピースの O の部分が今のルフィたちの住んでる星かなって思ったんですよ。おー、青い壮大な話になりましたね。そうなんですよ。で、この E だけなんでここをこの形にする必要があるのって思った時に、はい、半月なのかなと、月を表したら面白いんじゃないかと思った時に、うんうん、それをわざわざ結んでるんですよね。おー、本当ですね。そう、星と月を、うん、だからそれが一個なんか秘密じゃないかなと思ってて、うんうん、つまりルフィたちご一行はこの先必ず月に行って、うん、そこにサニー号の怒りを下ろすんじゃないかしびれるっていうことをずっと空島以降思ってるんですよ、はいはい、うわめちゃくちゃ壮大になってきたな。面白くないですか。面白い。そう考えると、なるほどね。そしたらもう誰も知らないわ。確かにそうなんですよね。でもそうだとしたらもう小田さんもう何十年ニヤニヤしながらそうそうそう、いや怖いなって。怖いっす、すごいっていう。いや面白いね。全部のワンピースの謎が解けたらこのロゴの謎も解けるのかなと思うとワクワクしませんか。怖いっすね、はい、第一話からずっと見てるものが実はこんな意味があったっていうのがあるとたまんないな。たまんないですね。いや面白いですね。楽しい。さすがですね。いえいえいえ、楽しい。いろんな人に聞くのが一番楽しいですね、はい、うん、ありがとうございました。でも、まあ、今のはね繋がるかわかんないんですけど、はい、ワンピースならありえなくもないと思わせてしまうのがまたすごいですよね、うん、すごい。はい、まあ、ぜひ面白かったらぜひチャンネル登録と高評価お願いします。よろしくお願いします。はい、で小雪チャンネルさんの方にもいっぱい出させてもらってますので、ぜひそっちもチェックしてみてください。お願いします。じゃあね。来い来い来い。